今から沖縄です。石垣です。台風ですけど、まず大阪行って、大阪から石垣行きます。沖縄ですよ。わかりましたか？わかりました。近くないそれ。あ、そこかな、ビーチハウス。あ、そうだ、ここだね。タオル借りてる。怖くないよ。この山。夢かれ。こいつら。最近いろいろとですね、増えまして、アイテムがこれですね。これすごい使います。これすんごい本当使いますね。この暗いとこだとですね、もう夜とか行くとね、全然メガネが取れないんで、こちら今α6000 にこの 1.F1.8 のレンズ、これ最強ですねを使ってます。で、だんだんこういうですね、ベルトですね、これ一眼、まあこれミラーレスなんですけどね、ミラーレスじゃない一眼を本当はこう固定するものなんですけどね、すごい使います。これここをカチャッとやると取れます。はい、でロックも入ってるんですけど、これをこういう感じでカチャッと取れるんです。とっても使えますねこれ。はい、おすすめです。真夜中なんですよね。この全く明かりがないんですけど、これがアルファだとこんなに。本当はこれがアクションカメラ。うわー、すっごい明るさ。明るさ半端ないね。そう、今日の一歩、真っ暗闇の中の石垣島、アナホテル、ランニング、こちらですね。今日は J フレームというのですね、真っ暗なんです。本当は真っ暗、ただしこれ一眼、ソニーの一眼 α6000 に F1.8 のメガネをつけてるんで、あ、レンズか、メガネじゃない、すごいラインが真っ暗でも結構広いんですよ。本当に明かりはないんですけど、こちらですね、これで色が分かるかどうかをちょっと今日やってます。こちら JFA ですね、色目が。もしこれで色が分かったらすごい組み合わせですね。どんなところでもメガネ紹介ができてしまうので、はい、こちらでした。以上です。石垣島です。